九州鉄道9 2 4 3 0型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。本形式は、1906年に制定された、鉄道国有法により買収された九州鉄道から、引き継がれた、車軸配置0から8から0の単式二気筒飽和式タンク機関車で、3両が存在した。 元は、筑豊鉄道が1895年3月及び4月に、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスから輸入した22から24で、1897年に、筑豊鉄道が九州鉄道に事業譲とされたのに伴い、92型に改められた。この頃には、ボイラーの振り替えによって、番号は製造番号の逆順となっていた。 メーカーの種別故障では8から 26E と称し、デザイン上は、筑豊鉄道の車軸配置0の6の0、タンク機関車と同調している。使用成績はあまり良くなかったようで、当初から若松に配置され、筑豊丹田からの運転列車に使用されたが、早期に入れ替え用に転用されていた。また、後部に水槽車を連結して、テンダー機関車のような、 使われ方をしていたという記録が残っている。廃車は1923年1月で、一両の払い下げも保存もなく、解体された。アメリカより回路運ばれてきた機関車3両は、神戸港にては1004層に積み替えられ、文字港に向け出版したが、暴風によりない1層が1895年5月24日、山口県三田尻港付近で沈没した。 その和線には、ボイラー2個と、車輪等が搭載されていたが、引き上げられた後組み立てられ24号機は8月24日、23号機は9月1日、試運転をして使用可能となった。1914年版形式図の所言を示す。筑豊鉄道会社順法1から11。ありがとうございます。